最近中国の北京で開催された2024年世界ロボット大会においてある中国のメーカーが女性をロボットに偽装させ来場者にロボットが本当は人間であると明かさずに展示しましたロボットの様子を映した動画がオンライン上に投稿され大きな話題を呼んでいます2024年世界ロボット大会は北京市政府中共の工業情報株 中国科学技術協会が共同で主催し、今月25日に多数のメーカーが自社のロボットを披露しました。ある中国メーカーは女性を雇い、人型ロボットとして見せかけましたが、来場者にはその事実を知らせていませんでした。不自然さに気づいた一部の来場者は、わざと女性モデルに乱暴に触れ、その様子がネットで公開され、話題となりました。ネットユーザーの中には、 中国は何でも偽造すると揶揄する声や、ロボットの女性がかわいそう、倫理と道徳が大切だと同情する声が上がっています。中国の元ソフトウェアエンジニア李氏は、実際、このような AI ロボットはある種の商業的な宣伝に過ぎず、従来のバイオニック技術と最新の AI 技術には達していないと指摘しました。 この種のバイオニックロボットは人間のように複雑な動作を実行できる段階には達しておらず単なる商業詐欺です現在の技術で言えば AI ロボットの能力にはまだまだ程遠いです李氏によると中国の AI 技術の発展にはアメリカと比較して3つの大きな課題があります一つは最先端の半導体が不足していること二つ目は先進国からの最先端の技術を入手できないこと 3つ目は中国のビッグデータに偏りがあることです。現在,現在、西側の先進国は中国への半導体輸出に厳しい制限を設けており、中国が入手できるチップは最先端のものではありません。AI 技術においても西側の先進国に大きく劣っています。これらの技術は非常に高度であり、一部は機密として厳重に管理されています。さらに、 中国共産党は AI 技術に対して多くの規制を課し政治的コントロールを強化しています AI 技術には正確なデータ入力が必要ですが政治的に敏感な中国ではデータ入力時に政治的な用語や事件を避けなければならなりません。そのの結結果、果 AI の学習結果に偏りがが生じてしししまままいます。NTD ジャパンお伝えしました。 Hey, yeah, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjing World.